こんにちは、いくこです。今日は1月最後の日です。このようにですね、今アーモンドの花が咲いてますけれども、そろそろですね、満開、これちょっともう満開過ぎてしまったんですが、満開を迎えて、今風もちょっと吹いているので、ですね、今こういうとこなんですが、ちょっとこのアーモンドのお花を見物にちょっとブラブラと歩きたいなと思います。ということで行きます。今日はお天気が良くてですね、19度っていう風に出てますけど、ちょっと20度超えてるのかなっていう、またちょっと着込んではいるんですが、マスクはですね、スペインは皆さんつけてます。で、まあ、こういうとこ一人で歩いてるときは誰も会わないのでマスクしませんけど、人が来たりするとマスクをしますね。こういうふうに今もうちょっと散ってますね。こういうふうに上にもありますし、で黄色いお花もですね、咲き始めています。今山はこのアーモンドのお花でちょっとピンクがかった白っぽい色をしてるんですが、このシーズンが終わると今度はこういう黄色ですね。ここはホテルですけど、今週1週間お休みって言ってメールが連絡が来ました。昨日ここでちょっと一人で午後休んでいたんですが、このビールを2本ほど飲みました。あ、これは満開ですね。綺麗ですね。こんな風です。ブンブンと、ここもちょっと過ぎてしまったかな。こんな感じですね。この下を通ると蜂がブンブンと飛んでいるのが聞こえます。これも小さな木が入っていますね。あの下の方は満開ですね。見ていただくとお分かりになるように、とても桜に似ています。ちょっと前から太陽が来ている。でこのテニスコートがありますけども、今からお花の季節がやってきますが、雨がちょっと少ないんですね。冬はですね、雨季なんですが、この冬は雨がちょっと少なめです。で、ここホテルですが営業してません。私が来た当時すごいバルもあって人気だったんですが、今やってません。この花もちょっと葉っぱが出てはいますが、綺麗ですね。まだまだまだ。
とはんえーとですね、これは蜂が花粉を運ぶんですね。なのでの下に行くと、さっきも言ったかな、ブンブンって音がしています。蜂が動いてるのを聞くといいですね。昔はそんな風には思わなかったですけど、やっぱり今は蜂がね少なくなってるって言いますので。ここはもう本当葉っぱが出てしまいますね。今年は早いと私は思っているんですが、2週間ぐらいなんか早い感じがします。去年ちょっと雨が多かったので、去年は2月の上旬ぐらいが綺麗に咲いてまして、今年はですね、あ、ここは満開ですね。あ、上に何だろう、あ、鳥の巣がある。上の方に鳥の巣がありますが、蜂が飛んでいます、いっぱい。鳥もいっぱい鳴いてますね。あー、びっくりした。もう誰かと思った。鳥の声ですね。 あれは素晴らしい満開になってますね。綺麗ですね。ちょっとそしてカメラを、あ、すごいいっぱい大きなのが飛んでます。蜂がちょっとここ下に置いて、今日はですね、1月31日で旧正月の大晦日ですね。スペインは全然関係ないんですけれども、なので私は香港に住んでいたので、旧正月は、すごい、重要な日だったんですが、その時はですので大晦日、香港とは7時間違いなので、こっちが3時の時に開けるっていう感じですか。だからもうすぐですね。そういえば今私家出たのが2時
40分くらいだったので、あ、違うか、3時だったら違いますね、10時なんです、5時ですね、5時になったら、なのであと2時間ちょっとぐらいで旧正月になると。あ、ここの花、スペインはですね、今からは今度は、2月に入るとカーニバルがあります。カーニバルはカディスが有名です。私昔あの NHK 何年ぐらい前とかの時、5年ぐらい前ですかね、にあの NHK の何だったかな、あのラジオ番組があって、そこにあのそのカーニバルのことを話したことがあるんですね。あれ録音しなかったような気がするのでちょっと残念なんですけれども、あったかな。でその時にいろいろ調べたんですけれど、って言ってもですね、その時はカーニバルはマラガの話をしたんですけれども、あの一番有名なのはカディスです。でそのカーニバルって、日本だとあのリオのカーニバルってブラジルが有名だと思うんですが、もともとそのクリスチャン そのカーニバルから、あのブラジルで始まったもんですね。なんでここはですね、踊りっていうか歌です。で、あの、いろいろな、その、今、社会的になんか、あの、起こってる問題とかを冗談っぽくみんなで歌うっていうようなものなんですね。で、あの、コルテスもありまして、ただ、あの、2年間開催されてませんので、今年はあるのかな、どうかな、なんて言ってますが、どうでしょうか。あるとしたら、2月の最後の週末だったかなぐらいにあると思います。チリゴタっていうあのグループ、歌うグループがありまして、その村で若者たちが結成しているグループ一つあります。女の子たちのも一つあるんですね。昔はですね、男の人たちばっかりでやってたけど、今はやっぱり女の人もやるっていう風ですね。で、ここの隣、今から歩く方向なんですけれども、あ、すごいなんかバイクの音がしてきた。ちょっとこのままでは暑すぎて、私はバズでした。あー、落とした。あ、ちょっと落とした。ほい、すごいことになった。すごい人が歩くのは目もくれませんね。ここはもうあれですよ。あ、じゃあこっちにずれ、こっちがずれればいいだけの話だですが、ここはロスモンテロといって、食事ができる、ちゃんとした食事ができるレストラン兼バルです。あ、オレンジがある。あ、違う、レモンか。
そのチリドタっていうのがですね、前あの撮った動画ありますので、そのリンク下に貼っておきますので、よかったらご覧ください。一つはですね、コルテスのですね、他のもなんかもしかして編集してあげてないのがあるかもしれないので、あとはですね、ロンダに行った時に見ましたね、それがあります。それで、そのカーニバルですね、コルテスでカーニバルがその3月のコルテスが一番最後ぐらいなんですね、ここら辺の村では。であって、その時はですね、みんなの仮装するんです。仮装といえばハロウィンっていう感じですけれども、ここではですね、ハロウィンはまあ今は今でこそあの、子どもたちが楽しんでやりますけれども、大人も子どももみんな、仮装するっていうのがカーニバルです。前から日が来るので、あんまり綺麗じゃなかったらカットします。帰ってくる時の方が綺麗なので、あーそこも綺麗ですね、日が、あそこですね、綺麗な、綺麗です。今ですね、こう車が来るとちょっと怖いんですけれども、かつてこの左にこのガードレールっていうんですかね、なんてこれなかったんですよ。だからこの車が来たらこう左に避けたりできたんですが、コロナの期間、あのロックダウン期間中ですね、あの頃ぐらいにあの、工事が始まりまして、私が帰ってきて、あ、ほら、ロックダウンで私が日本にいたって、7ヶ月くらい経ってこっちに戻ってきたら、このガードレールができちゃうんですね。ああいう、でそうする、もう歩きにくいんです、このガードレールがあると。この木も立派ですけど、もうちょっと満開の時期を過ぎてしまいましたね。過ぎましたね。ここにスペースがあるから、ちょっと脱ぎます。暑すぎる。薄くしてはきたんですが。ですね、カメラをちょっといくつも、いくつか、あとは私の今持ってるカメラと、あと2つ、カメラを持っているので、なんか、手にいっぱいっていう感じで、
ガードレールがなかったらもっと綺麗なんですけど、なぜこれを作ったのかちょっと理解に苦しむんですよね。ここはあの散歩する人多いので、こう中に入れないですもんね。中に入って、あ、こっから見るの綺麗ですね。もう花びらがですね、結構散ってますね。下にあの、花びらがいっぱいあります。ちょっとこっちは。ここ本当はあの歩道があったら非常に歩きやすいのに、なんか残念です。あんまりこう考えないんですよね。なんかこう先々のことっていうんですかね。もう少し、ね、先のことを考えてくれたら、ここ歩く道ができたら、まあ、でもまあ車の交通量が少ないっていうのはあるんですが、まあ、後ろから車が来た。もうここ本当いい遊歩道になったら、こう観光客の人とか、ね、誘致にもいいような気がするんですが、まあ、本当もう目の前にもすごい太陽が来ますので、ちょっとここはカットですね。まあ、とりあえず歩きますが、ここまで来たのはですね、あそこにあるお花が満開で非常に綺麗なんですね。で、これを写真に収めようと思って来ました。シュクラ、これなんですね。ちょっとこっちに渡りたいんですが、ちょうど真正面ですね、日が。あっちに渡る、あっちに渡るのはいいんですが、車が来てないことを。ようやくここまで。ということでですね、ここら辺から
綺麗ですね、お花が。この谷下行くとですね、すごい咲いています。淡いピンクみたいに山がなるんですね。こんな感じです。ここまで歩いてきました。来る時の映像はですね、日が真正面に来るのでカットしてあります。こちらからだともっと綺麗に見えるので、今からこの映像をお楽しみください。前から、今右側歩いているので、車は右に来るか。で携帯を出して、一番ちょっとカタ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 音がしてますけど、一番撮りたいのはこれなんですね。こちらです。車が来る前にもうちょっと。車が来た。車が来た。こっちに行こう。ってことはこっちに逃げていこう。あ、怖い。みんなスピード出すの怖いですよ。左歩かないといけないですね。日本とは違うので、でもちょっと冬にですね、ピンクっぽく山がなっています。一応この時間は人が少ないと思って出てきたんですが、感じですね。
これがオリーブですね。いっぱいオリーブの木があります。実をつけてますね。これまだなんかこやっぱり、ね、取らない人もいるんです。取るのにですねやっぱり大変なんですよね。結局ですね大農場が作ってるオリーブの方がやっぱ機械化もされてて安く手に入るので、もう自分も大変な思いするよりももうスーパーで買った方がいいっていう方も多いです。ここでは、どう全然距離を取らずに、このオリーブがですね、花を咲かせる花粉を飛ばすのが5月に入ってからで、私はその花粉症で苦しんでいるんですが、日本では日本のでは全然花粉症のあのアレルギーのはないんですね。調べてももらったんですけれども、結局オリーブの木オリーブしかあのにだけ反応したんですね。でここはこんなにオリーブがいっぱいありまして、綺麗ですね。後ろからバイクが来ます。ほら、オリーブの話に戻るんですが、まあ、かつてはですねやっぱりあの家族たくさんいましたので、みんなで家族親戚どっち歩いたの合わせてみんな手伝いをしたりとかするんですが、今やっぱり人手がないので、でなんでこっちでよくまあ話が来るのは、手伝ったらまあ、オリーブができた時にオリーブオイルが取れできた時に少し分けてくれるっていうというのがありますね。その他はですね、イギリス人の宅で、昔々あったのが、それもあの何て言うんですかね、お昼いろんな食事を用意しててもらって、でお手伝いしたらみんなで楽しく飲んで食事してっていう、そういうのですねがありました。結局あれですね、人件費ですよ。で大農園になると機械でそのオリーブを揺すってオリーブオイルを
オリーブを落とすんですけれども、それをやった場合はですね、毎年はできないそうです。やっぱり木が揺することで木が傷むので、2年に1度しかそれを やらないっていうふうには聞きました。やっぱその実が落ちるほど木を揺するってやっぱかわいそうですもんね。前からか後ろからか来ましたね。なのでオリーブを取らずに、こうやっていっぱい落ちてます、オリーブの実。オリーブを取らない木が結構ありますね。ここから見えるコルテスの村っていうのが非常に綺麗なんです。ここもですね、お花が、アーモンドの花がとても綺麗です。ここら辺なんか自然に生えてるのなので、これやっぱりそのアーモンドができた時にきれいに枝を切ってあげると、来年また大きくなるじゃないですかね。ほら、ここを次歩くのは多分黄色いお花が出てきた頃だと思います。あ、後ろから車が来ましたね。ここは静かなので、車が来そうな時は音がするのでいいですね、わかるから。
ということで、ここまで戻ってきました。ベンビニード・ア・コルテス・ラ・フロンテーラという看板が見えますが、こういうのですね。この、村役場の、これがあのコルテスのトレードマークって感じですね。ということで、ここでお別れしたいと思います。ちょっと洋服をいっぱい脱ぎすぎているので、画面に映るのはやめておきます。では、また次回の動画でお会いしましょう。アディオース。